君下先輩、本当にいいんすね。俺信じるっす。お、俺マジ一歩もここから動かないっすよ。は？どこへ？キーパーも反応できねえ。はるか外側から曲がってきたからな。10番のスーパーフリーキックで薄井が下がっていく。何？この勝負どころで下がるだと、はあ、うん、あとは任せた。分かってますよ。薄井先輩の上がりはもう望めない。君下まったく、どいつもこいつもプレッシャーかけやがって。決めりゃいいんだろう、決めりゃ。分かってんだ。ゴール真正面、すげえ近い。これ以上ない最高の位置だ。いや近すぎる。少しでも壁を越えればバーの上、波の精度じゃ枠にも入らん。だが狙う、あいつはそのために夏からずっと蹴ってきたんだよな。知っている。俺にはインドのようなアイデアも平のような屈強なフィジカルもない。あの二人に負けないとしたら、この右足に宿るキックの精度、プレースキックの技術、成績の10番を背負う限りそれだけは負けられねえ。残り時間10人というビハインド、次はないと思うべきだ。決めなきゃ成績は。ムカつくが、今までどれだけ楽をしてきたか、あいつらがいなくなって初めて分かった。だけど引退なんてさせねえよ。疲労も焦りもプレッシャーも全て止めー。ゴールまでまとめて押し込んでやる。はい、あいつに命運が委ねられるか。3本目も決めたら本当にすげえぞ。誰か、フリーキックでハットトリックなんて聞いたことねえよ。伝説になるよな。期待しちまうぜ。バカが、あるわけねえだろ。実際無理っす。角度がなさすぎる。中に合わせる以外策がない。そうだな。問題は誰に合わせるか。薄井先輩と早瀬先輩のマークはきっちりっす。クルスは目立ちすぎるしな。君下先輩、狙わないの？性格上、確率の低い方は選ばない。あの人は個人より、チームの勝利を優先するはずだ。俺でもそうする。でも調子はいいじゃん。またピースとかするんじゃないの？ああ、あれはピースじゃなくて、二人目って意味。は？何をちんたらしてんだ、てめえ！三本の矢！3本目は俺の分だろ。てめえが決めねえと、俺がこの試合で決めなかったみたいになるじゃねえか。そもそも1本目が大エースの俺の分だろうが、100歩譲ってキャプテンはともかく、2本目が固まってるはどういうことだこら。つまり直接狙えってこと？そういうこと言っちゃいけないんじゃ。直接も警戒しろ、あのバカが。壁1枚追加だ。薄井先輩はファー、早瀬先輩はニアでお願いします。
わかった。任せろ。あと、伝言を一つ。やっぱ中に合わせてくるか。早瀬の左なら直接もあったが、これでないな。あ、狙わない？てめえ！何考えてんだこら！おい、聞いてんのか！あなたはこっち来なさい！痛い！痛いよ姉さん！バカ野郎、ベラベラ喋りやがって。カイ、壁は任せた。俺はあの17番に着く。え？何かあるとしたら、またあいつが絡む気がする。ああ、わかった。狙ってくる。え？なんでわかる？あれが才能だって。練習は絶対に裏切らない。頼むぜ、抜け作。だと思ったぜ！させるか！ここで決めなきゃ！そうだ。俺は知っていたじゃないか。キックの精度だけは、努力の量に比例するんだって。よく引きつけたな、抜け裂け。やはり、直接、クソがなんだ、これ。今までの俺の人生で、ぶっちぎりに美しい。やべ、泣きそう。嘘。うん。